11月19日ノックアウト2022ボリューム7は全試合激闘必至。無敗の暴君流星がダブルメインイベントに登場。13連勝を目指し韓国の超アグレッシブファイターと真っ向勝負。もう一つのメインイベントは不器用な大砲バズーカ光輝が帰ってくる。三冠王者ターちゃんとの威信をかけた王者決戦に登場。そしてノックアウトレッドスーパーバンタム級王座決定トーナメントはいよいよファイナル。イケメンな雲へ一世センチャイジムとテクニシャン森岡優輝、果たしてどちらが王者に輝くのか。他にも好カードが勢ぞろい。そして今大会は全試合ツイキャスにて生配信決定。ノックアウト2022ボリューム7は11月19日後楽園ホールにて開催。お見逃しなく。